都議会のドンが辞表を提出です。都政への影響力から都議会のドンと呼ばれた自民党東京都連の内田茂最高顧問が役職を退く意向を示したことが分かりました。これまで内田さんをめぐっては1月の千代田区長選挙で党の方針に反して地域政党都民ファーストの会が推薦する候補を支援したとして自民党都連は処分を検討していました。都連関係者によりますと先月31日に鴨下一郎都連会長宛に辞表が提出され近いうちに受理される見通しだということです。党内で混乱を生んだことの責任を取って内田さんが辞表を提出したものとみられています。